やってみるかなと。はい、唐揚げ棒4本ゲット、4本ゲットしました。ここはセブンイレブンです。唐揚げ棒を買いに行きました。唐揚げ棒恥ずかしい。よっしゃあ、ほっとじゃ。はい、おっ、バックでいる。なんか喋れというので喋ってますが、特に言うことはございません。誰も期待はしていないと。はい、バイク来たと。はい、お家に帰ります。はい、ここは三重県ですと。三重県といっても誰も知らない、ここは青森市。青森市、今日は休み。床屋の会です。すき家で牛丼を買って、あとは唐揚げを。おっと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 、はい、ちょっと行きますよ。はいはい、曲がりましたと。ここは横落ちと言います。まあ自己紹介とかいかないですね。青森のインプレッサー乗ってる人です。恥ずかしい。まず車の紹介とかしなくてもいいと思うよ。インプレッサースポーツ 1.6Lアイサイト、今年の3月納車です。ここまで3400キロ全然走ってません。今日はいつだ、が30日土曜日4時半です。ここは青森市横尾市、地元です。なんだろうな、特に言うことはないです。ないないって、車の紹介も今からしなくても散々やってきてます。インプレッサ 1.6NA です。で、特徴はといえば、まあアイサイト、ここにまあ ACC なんだっけ、ロマンスネーが ACC アダプティブクルーズドコントロールがついている車ですね。まあ自動運転カテゴリーのレベル 1.5、 まだ2までいってません。どういう機能がついているかというと、まあクルーズコントロール、前の車をロックオンして後をついていく、で前の車が減速すれば減速する、止まれば止まる、で信号で止まってて走り出したらアクセルをちょんと、もしくはここのスイッチちょんでエンジンがかかってついていくという。あとレーンキープ、レーンキープ、この方は65キロから稼働します。でまあ今の新しいレボーグツーリングアシスト、あれは0キロから作動するそうですけど、まあレーンキープはあまり使わない方が、使えない機能っていうか、こういう気がします。実際に65キロで起動してまあ使ってみて、なんていうか違和感、ハンドルぐらい自分で操作したい、こんな感じです。この車で言うと65キロでレーンキープ作動して、でその一
際に65キロで、まあ、そこそこのコーナーに入っていくと、でちょっとこうパッてこうハンドル離していたんですけども、簡単に言うとオーバーステア、内へ稲部が、内側へ曲がりたがるので、おっとおっとってまた外側へ切らなきゃならない。まああれハンドルを添えてること前提なんでそうなるかもしれない。ハンドルを掴んでちょうど内側へという力の加減がいいのかもしれない。確かレボークの人は外へ行っちゃうと言ってましたね。アンダー気味になってる前ですけど、まあそういう機能で、で結構コーナーある程度は怖いくらいある程度は動くんだけども、まあすぐ切れる。とにかくレンキープはあまり当てにしない方がいい。ただしアダプティブクルーズドコントロール ACC は使います。一応まあ高速で使えってなってますんで、本当は高速で使わなきゃならないんですけども、まあほぼ公道で使ってます。実際高速乗らないんで、でまあ本当に便利な機能で、でとにかくきちっと止まってくれますね。前の車追尾してて、前の車が停止するとこの車もじわーっと近づいてってピタッと止まる。これはすごいと思います。あ、ちなみにここ青森市郊外田茂木の、ここは能面道路です。よくここをテストコースとかにします。いきなり、まあ、なんか喋れって、でね、リクエストもないんだけど、勝手に喋ってます。たまにはこういう動画もいいのかなと思って、まあ、あまり評判良くないんだよね。とりあえずもう、この車、インプレッサースポーツ GT3 アプライト A。ですので、もう今 B 型が出るのでもはや旧式ということで、まあタイトル柄は新型は取ってやらなきゃならないというタイトルサムネ釣りのバレで、本当申し訳なく申し訳なく思います。ちなみにここは田茂木のリンゴ園と言いまして、まあリンゴ園です。よくニュースとか、まあ、地元なんですけども、青森市郊外って言って、お、田茂木のかなと思ったら浪岡とか言ってる。浪岡っていうのは昔浪岡町とか言って、浪岡町と青森市が合併して今浪岡町も青森市になってるんで、たまにニュースで青森市郊外とか言うと浪岡出てくるんで違和感があります。あれ浪岡っつったら浪岡だべっつって、青森市郊外のリンゴ園っつったら田茂木のだべってって思うんだけども、たまに浪岡のリンゴ園が出てくるのは常に違和感を感じます。寒い。今気温13度です。で今間もなく県道40号、よく動画で登場する県道田代十和田線、これを山方向へ走っていくと八甲田です。これを町方向に置いていくと青森市中心部です。あれ何も言ってねえか。とりあえず車買って3月納車で今まで9月、6ヶ月乗って燃費ね、燃費いいんだか悪いんだか、とりあえずロングラン1回して青森市から八甲田経由とわった経由して八戸市内ぐるっと回ってまた青森市へ帰ってくるコース、トータルで200キロぐらい走って15.5で帰ってきました。まあ、いいんだか悪いんだか、まあ、ハイブリッドとかディーゼルと違って、まあ、ガソリンだしね、
こんなもんかなっていう気がします、うん、あとタイヤね、タイヤの16インチのこのティランザ、まあ前のフォレスター型のフォレスターのあのフリカだ SG5C 型、あれが結構グリップガチガチだったんで、なんていうか乗り心地は悪いんだけども、うん、コーナーリングと良かったんですけども、この車ちょっとね、だからタイヤ17インチぐらいにした方がいいのかなという気がします。もしリッターの17インチ、あ、2リッター乗ってみたかったな、ずっと 1.5 あったんだよね。というわけで間もなくお家に帰っちゃうんで、お家に帰っちゃうとまずいので、あ、ちなみにここは駒田といいます。あ、もし駒田です。貧乏人の救う街です。というわけでこれ動画終了です。どうもです。